メリカではですね本当に人気があるという話をしましたけれども、友達とかチームメイトがあのアメリカで驚いた時はオーサムっていうそうですけれども、オーサムドーサムって呼ばれてるんですってね。今回アメリカから一人しか来てなかったので、はい、ちょっと寂しそうでしたけども、はい、普段とっても明るい選手なんですね、今のこの技は素晴らしいです。先ほどのコルキナ選手よりもちょっと高いかもしれません、トカチェフ。さあそれからひねります。この組み合わせも難しいです、はい、でさらに飛び技をつなげてるんです。それからここの振り上がりからさらに車輪で1回ひねって、これが加点がつくんですね、はい、最後はこれはコルキナ選手と同じ折り技になりますが、宙返りを1回してひねってさらにもう一度宙返り、はい、後方2回宙返りの1回ひねりということになりますが、まあ、本当に昨日はちょっと演技がうまくいかなくて締めっぽい感じもあったんですけれども、十分この2日目に来て立ち直った